JNW をご視聴いただきありがとうございます。パーソナリティのハリントンです。今日も海外で話題になっている日本に関する出来事をご紹介していきます。11月10日に第二次岸田内閣が発足しました。新内閣が発足して早々の12日には早速新型コロナウイルスの第6波に備えるコロナ対策を決定しました。新型コロナ対策の全体像として発表されたその対策は、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の確保、日常生活の回復の4つの柱で構成されています。4つの柱の一つであるワクチン接種の促進については、12月から3回目のワクチン接種を開始すること、2回目の接種完了からおおむね8ヶ月以降のタイミングで18歳以上のすべての希望者が接種を受けられるようにすること、12歳未満についても薬事承認が下りた後に接種を開始することなどが表明されました。日本のワクチン接種は2月17日からまずは医療従事者からスタートしました。諸外国に比べてスタートが遅かったこと、接種のスピードがなかなか上がらなかったことから、日本国内ではかなり政府への批判がありました。しかし夏頃から接種のスピードが急速に上がり、11月16日には1回目接種率は 79%、 2回目接種率は 76% となっています。イギリスオックスフォード大学の研究者たちが運営する Our World in Data の集計では、 G7 諸国の中でトップになりました。松野官房長官は16日の記者会見で、今月中に希望する方への接種を概ね完了する見込みだと語りました。こうした日本の状況について、経済金融情報の配信や放送事業を手掛けるアメリカ大手総合情報サービス会社であるブルームバーグが、日本のコロナワクチン接種率 G7 で首位、カナダ上回るという見出しで報道しました。日本が急速にワクチン接種率を上げて、ついに G7 のトップとなったことについて、外国人たちから様々なコメントが寄せられました。早速コメントをいくつかご紹介しましょう。素晴らしいね。文句なしにいいニュースだよ。これは素直に認められていい話だよね。羨ましくて涙が出てくるよ。俺はむしろ嬉しいね。先進国の中に少なくとも一つはこういう優れた国があるってことだからね。全くその通り。振り返って我が国はというと、最近の数ヶ月は2回目接種率が 50% 台をうろうろしていて、結局のところ感染者が増えてるんだよな。コロナ対策では日本はしっかりしたいい仕事をしたね。もうぼちぼち僕らを日本に行かせてくれないですかね。今回データを提供した Our World in Data は、オックスフォード大学に拠点を置く研究チームで、社会史学者で開発経済学者でもあるマックス・ローザー氏によって設立されました。貧困、病気、飢餓、気候変動、戦争、不平等などといった地球規模の大きな問題にフォーカスした科学的な情報発信を行っており、世界規模の諸問題に対してさらに前進するために何が必要なのか、その調査を実施しデータを公開することを使命にしています。アワーワールドインデータの集計によると、11月16日時点での G7 各国のワクチンの2回目接種率は、カナダ 75%、 イタリア 73%、 フランス 69%、 イギリス 68%、 ドイツ 67%、 アメリカ 58% となっています。世界で最初にワクチン接種をスタートしたのはイギリスで、昨年の12月8日から始めています。次いでアメリカとカナダが12月14日から、 EU に属するフランス、ドイツ、イタリアは12月27日から開始しています。こうして並べてみると、日本のスタートが他の G7 諸国に比べて約2ヶ月も遅かったにもかかわらず、今ではトップに立ったのは他の国から見れば驚きでしょう。また今はアメリカでもヨーロッパでも再び感染が拡大傾向にある中で、日本は急速に収束し小康状態にあるのですから、ワクチンの有効性を示す証拠という意見もあります。日本がワクチン接種をスピードアップした様子を Our World in Data の集計データから見てみましょう。日本は2月17日からワクチン接種をスタート。3ヶ月後の5月17日時点ではまだ1回目接種率 6%、 2回目接種率 2% という惨憺たる状態でした。一方、
世界のトップを切って12月8日に接種を開始したイギリスは、3ヶ月後の3月8日には1回目接種率 33%、 2回目接種率 2% と、少なくとも1回目接種については日本よりもはるかに進んでいました。これがさらに3ヶ月後、それぞれの国の接種率がどうなったかというと、日本は8月には1回目接種率 75%、 2回目接種率 70% と急増、いや激増しています。それに対してイギリスは6月には1回目接種率 60%、 2回目接種率 42% と完全に日本が引き離しています。日本のワクチン接種率が注目を浴びて、ブルームバーグのニュースになるのもうなずけます。日本の脅威の接種率激増を取り上げたこの投稿には、さらに多くのコメントが寄せられていました。日本は出遅れていたのに、いつの間にこんなに進んだんだ、さすが日本だねというコメントや、この調子で新規感染者が早くゼロになってほしいなどといったコメントも見られました。さらに寄せられたそんな声をご紹介していきましょう。海外の反応。確か日本のワクチン接種率はついこの間までずいぶん低かったよね。いつの間にこんなに進んだんだい。こんなに接種率が上がってるけど、日本ではワクチン接種は義務じゃないんだよ。日本ではワクチン接種を義務化する必要がないんだ。みんな必要性を理解して前向きに接種しているから。義務化して強制が必要なのは、大人が大人としてのちゃんとした対応をしないときに必要になるんだ。日本人はこっちと違ってわざと咳き込んだり、他人に迷惑になるようなことをわざとしたり、そういう人はいないんだ。そうそう、その通り。僕も10年以上日本に住んでいたからよくわかるよ。1日の新規感染者数が100人いかないって驚きだね。 G7 以外の国に目を向ければ、接種率が日本やカナダより高い国はあるけどね。他にも接種率の高い国はあるかもしれないけど、この話は G7 での比較だからね。接種率がもっと高い国はあるかもしれないけど、これでも十分高い接種率でしょう。それにそもそも日本はワクチン接種のスタートが遅かった。その後のスピードアップはすごかったよ。これには本当に感心するね。こういうところが日本人ならではなところさ。開始するのは遅くても、一旦始めたらとことん突き進む人たちなんだよ。いかにワクチンが有効かを表しているね。新規感染者数がゼロになりますように。この数字はどれほどの意味があるのかな。日本は検査率では G7 で最下位だったことを考えるとね。確かにそれは大事な情報かもね。でも僕は自分の国にいるよりも日本にいる方が安心だった。周りにも感染者はほとんどいないし、それに何より日本人はみんなマスクしてるからね。確かにそれはその通りかもしれないね。これはすごいね。日本はどうやってこんな高い接種率を達成したんだろう。この調子で日本の新規感染者数が低いままで、明るい気分で新年が迎えられるといいな。そうは言ってもまだ完全に収束したわけじゃない。安心するのはまだ禁物だと思うよ。要するに日本人は俺たちよりずっと賢いってことさ。日本人は他の人種より強靭な体を持ってるとか、特別な理由があるんじゃないかな。だって日本人も宴会とか普通にやってるし、大人数でイベントもやってるからね。 75% で高いとか言ってる世界の状況にはちょっと不満だね。金持ちの国はもっと高い率になってもいいのに。まあどっちにしても日本にとってはいい話だね。これからも接種率を上げていってほしい。日本の接種率はすごいね。マスクをしなくても良くなる日はいつになったら来るんだろう。マスクをつけなくても良くなるのは、ワクチン接種の効果やブースター接種の有効性なんかについてもっとよく分かってからだろうね。もうしばらくはマスクつけてた方がいいよ。すごい接種率だね。こんなに接種が進んでるのに、それでも日本人はちゃんとマスクをしてるんだね。日本の人口は1億人を超えてるのに、15日の新規感染者数は79人だったよ。驚きしかないよ。スタートで出遅れた日本のその後の巻き返しがすごいね。
こういう数字と今の各国の感染状況を見ると、日本ではワクチン接種の効果が現れているってことじゃないかな。完璧じゃないとしても、対策は打った方がいいってことだね。ワクチンを打てば全員に効果があるってわけじゃないのは分かってるけど、何もしないよりはある程度はワクチンの効果があると思うな。日本のワクチン接種はスタートこそ他の G7 諸国に比べて出遅れたものの、いつの間にかトップになりました。医療関係者の方々の頑張りや国民の意識の高さなど理由はいろいろありそうです。世界全体では新規感染者がまた増え始めているようなので、日本はワクチン接種率の高さが効果を表して第6波を防げるのか気になるところです。コメントにもありましたが、まだまだ油断は禁物と考えて、引き続きマスク着用、手洗い消毒、ソーシャルディスタンスを守っていきたいです。さて、外国人たちの反応はいかがでしたでしょうか。よかったら皆さんの意見や感想もぜひ聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。